ゾロゾロ決着をつける時だと思う。キノコ派、タケノコ派、ゾロゾロとは間違えました。どうも皆さんこんばんは、かかとでございます。はい、皆様今見てくれてる中には、まあ最近プニプニ始めたとか、ホロライブイベントがあったからプニプニ始めてそのままやってるとか、いろんな人いると思うんですけれども、ゲートイベントってまあ結構やり込んでる人的には、あ、結構ポイント稼げるイベントじゃんって思うかもしれないんですけど、初心者の方の中にはこれもなんかもう普通に出てくるまでも勝てねえとかいると思うんですけれども、今回私誰でもゲットできる妖怪5000、もうゲートで使える妖怪5000ちょっと探してきたんで発表していきたいと思います。そして私かかとと年内登録者1万人目指しているので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では行こう。あとちょっと動画出す時期間違えた、ごめんかかとと。はい、というわけで1体目はこちら、椿姫でございます。多分ね、この今から紹介する5体の中で一番多分ゲットするのは簡単。まあなぜこの妖怪がいいかと言いますと、まあ昔からやってる人はわかると思うんですけれども、こいつ強いのは全体攻撃しつつ HP を回復するという、まあなかなかゲートのモブを倒すに関しては結構いい妖怪かなと思ったでもないんだけど、そう言われてるので、はい、まあちょっと今回5000に入れさせていただきました。で、はい、まあ、評価的にはこんな感じ。まあボス戦にはそこまで強くないけど、そのモブを倒す段階だったらそこそこ強いよという感じでございます。はい、続きましてなんだ理由でございます。まあこれはね、他の YouTuber さんたちいろいろ言ってるからわかると思うんですけれども、なんといってもスキルが強いんですよ。はい、このボスからダメージを減らすですね。あのゲートってまあ基本的にモブのところで倒されるってことはないんですけれども、ボスが明らかに強いんですよ。でもそのボスだとこいつしっかりダメージ減らしてくれるから、まあさすがに特殊能力とかには負けると思うんですけれども、でもボスから 10% ダメージカットしてくれるという、かなり優秀。でもこれからのそのゲートイベントの時に結構役に立つんじゃないかなと思いまして、今回こちら入れさせていただきました。評価はこちら、まあまあ高いっす。さあ続きましてバタン級でございます。もうこの妖怪は守り専門。もうすごい。だって HP さ、50レベルで999。で、必殺技がダメージカット。で、しかも、サイズ9で溜まるっていう。もうちょっと壊れてる。壊れてはないけど、もうかなりすごいにプラス復活スキル。だって考えてみて、今までさ、必殺技一発打ったらさ、反撃でそのまま死ぬっていう感じだったのに、こいついるだけで絶対に一発でやられなくなるっていう。まあ別にこいつだけに限らず、別に復活系のスキルのキャラ入れてくれればそれでいいんですけれども、まあ今回はこいつを簡単に手に入れられることができる、まあ比較的ね。ということで、まあちょっと今回、バタン級入れさせていただきました。評価はこちら。まあ、高いっす。さあ続きまして、プニプニのインフレの始まった原因とされるヤマタンでございます。まあちょっと封印とかでキャラ集めるの大変ってのあるんですけれども、まあ、デカプニをめっちゃ作るって意味では、もうなんか、さっきの紹介した椿姫連続して打つとかだと、まあ、結構 HP が回復したり、まあ結構いろんな戦術作ることができる、まあ、かなり優秀な妖怪でございます。個人的な評価はこちら。まあちょっとね、レベル25以降になるとちょっと反撃とかでボス戦に関してはなんかそこまで強いとはならないんですけれども、まあ25より前だったら、まあ役に立つ妖怪でございます。さあラストでございます、おのぼりクロトン。はい、一応誰でも手に入るという項目でこの動画をやってるんですけれども、誰でも簡単にというわけにはいかないけど強いのがこちらでございます。まあそのいいなって選んだ理由としては、やっぱりスキルの必ずデカプニが降ってくる。まあこれ初心者からしたら、まあ、結構早く技ゲージが溜まるんじゃないかなと思いまして、今回こちら入れさせていただきました。はい、評価はこちら。まあ、すぐに手に入る妖怪ではないよというのだけ、まあ、お伝えしておきます。はい、ということで今回は誰でも手に入れられて、なおかつゲートでも使える妖怪5000紹介いたしました。まあ、途中半分はね、ちょっと申し訳ない、ちょっと簡単に手に入らなそうなやつなんですけれども、まあ、いれば強いので、ぜひぜひ皆さん、そのパーティーで勝ちなくなったってなった時に、まあ、先ほど紹介した妖怪をいるならちょこっとパーティーを変えてみたりしたら、勝てるようになるかもしれないので、ぜひぜひ試してください。以上。